料金がね3000円ぐらいするのかな、大人めちゃめちゃ安く、行けると、行ける方法がね980円で入れるということで、かなり破格かな。いい感じで動物がねいるんですよね。なんか本当触れ合える程度のって感じで、香川県がね、綺麗に見えるということで、坂出のね、工業地帯がはっきりとね見えますね。Minha casa recebe a briga, instiga, não tem um senão. Pode tudo e tudo é de todos. Tem escolha, amor, tem perdão. Casa, cuida dela que a chave é a sua mão. Casa, cuida dela que a chave é a sua mão. Minha casa, maninho, minha casa tem duas portas. Uma que abre, outra suporta ver.今日はですね、小島のね、和州山という、ね、エリアです、まあ、和州山といえば和州山ハイランドというね、ブラジリアンテーマパークがあるんですよね。もうこれもね、結構岡山の人は絶対知ってるという、もうテーマパークなんですけど、料金がね、3000円ぐらいするのかな、大人、今回ね、めちゃめちゃ安く、行けると、行ける方法がね、分かったんで、これどなたでもこの方法を使って行けるということで、ちょっとご紹介したいなと。もう全部入場料とかいらない。そうですね、はい、まあ、全部乗り放題になりますんでね、980円になりますね。はい、というわけでね、実際チケットを入手しました。これの岡山と倉敷ね、チケットセンター、何店舗かあるんですけど、大本駅のところだと駐車場があるんで、無料駐車場があるんで、比較的ね、行きやすいかなと思います。でこちらね980円で入れるということで、かなり破格かなと思います。で今日はね一人なんで、まあ、当たり前なんですけど、これアトラクションにね乗ることはできないなと。やっぱりこの、ね、カメラ持ってんで、なんで、まあ、どういう感じなのかということをねちょっとでもお伝えできたらいいかなと思います。はい、それではスタートします。というわけで今日の服はねブラジルのサッカーのユニフォームを着てるということで、まあまあ恥ずかしいんですけど、今日はねトライしたいなと思います。はい、ありがとうございます。あとこちらサービス券と13時からサンバステージでビンゴがありますのでご参加ください。あとプールの無料券もついておりますのでご利用ください。ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。平日なんですけどね、まあ、平日なんですけど
程よい感じでねお客さん来てるということで、結構カップルがね多いですね。あと一人はいないですね、さすがに。ある一定の時間にね、ここでダンスタイムが始まると、いや久々にね来ましたね。結構ね、なんかいい感じで動物がねいるんですよね。なんかほんと触れ合える程度のって感じで、和集山の山の上にあるということでね、結構ね坂がしんどいですね。ね、こちらがね和集山ハイランドの、マップになります。まあ、アトラクションもね結構まあ12ほどあって、スポーツ、ホラー、動物というのも、ありますね。まあ、あとその他、ゲームコーナー、ショッピングとかグルメ、ビアハイランドということで、まあ、いろいろあるというわけなんです。あ、全部開いてるわけじゃないですね。あ、なるほど。失礼します。よし。今日はねすごい天気がいいので、瀬戸橋の、向こうの、香川県がね、綺麗に見えるということで、坂出のね、工業地帯がはっきりとね見えますね。まあ、その下にはこの和集山ハイランド、下津井のね港が、見渡すことができるということで、であの右手にあるのが、今は廃業してるねザ・レインボーホテルですかね。今廃墟となってるんですけど、こんな感じでね上から見たら見えるということで、あ、でも風がね気持ちいいですね。
いい風が吹いております。最頂点にね達したわけですけど、うわーでもなんかすごい高すぎて、そのあんまり実感がね湧かないと思うんですけど、まあかなりの高さまで来ているという。ありがとう、本当にオブリガード。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はね、シューズハイランドということで、今日一人ということで、カメラをね、使ってのアトラクションはねできないということで、また、メンバーがいるときにね、2人で、2人合体でちょっと撮影していこうかなと思います。今日はこんな感じで、平日の和州山ハイランド激安価格でね入れるというねことをちょっとお知らせしました。またね興味ある方は
ぜひね、来てみてください。あと、あ、いいよ、はい、じゃあ帰ります。ついてきたね。はい、ありがとう。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。